菊池克人と佐々木千明の言霊アラカルト。皆さんこんにちは、菊池克人です。佐々木千明です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ようやく秋本番になってまいりましたね。はい、食欲の秋、芸術の秋、そして読書の秋ということで、ここにですね一冊のおすすめの本がございます。はい読むだけで深い眠りにつける銃の話というタイトルなんですが、実はこの本、お隣にいらっしゃる菊池さんが書かれた本なんですよね。菊池さん、この本について少しお話しいただけますでしょうか。まあ、正確には5人で書いた本なんですが、はい、簡単に言うとですね、自己催眠というか、自己暗示をかけながら、夜寝てしまいましょうよという話なんですよ。寝てしまいましょうよという、いわゆるね、よく寝られない人ってさ、昼間あったことを思い出したり、あるいはその悔しい感情を思い出したり、あるいは怒る気持ちを思い出したりして、どん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 興奮してしまって眠れなかったりするわけですよ。もちろん物理的にね、カフェイン飲み取りすぎて眠れなくなったこともあるかもしれないけども、多くの場合はやっぱり感情が高ぶってしまって寝られなくなる。何も思い出さなくていいことを思い出して寝られなくなる。よくありますね。よくあるでしょ、そういうの、あります。何かきっかけにしてさ、いきなり思い出してさ、その時にあんなこと言うんじゃなかったなとかさ、そうですね、なんであんなこと言わなきゃいけないわけとかって腹も立ってくるし、どんどん目が冴えてきちゃうんですよ。ありますよ。くよくあるでしょ、でそういう人のためにという意味じゃないんだけれども、そういう人も含めて、この中に書いてあるのは銃の物語が入ってるんですよ。でこの作者が5人いるんですけれども、1人が2つから3つの物語をこの中に入れたんですが、いわゆるこの大人の物語みたいなものなんだけども、これをずっと読んでいくと、まあ、大したページ数ないんだけどさ、このサイズの小さなサイズで10ページぐらいですからね、大きな活字なんで、そうするとね、それを見ていく中でどん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 今の社会からこう乖離していくような物語になってるんですよ。へー、まあ、極端に言うと僕の場合で言うと、一つは物理的に体の動きを脳は感知するので、まずいいからあくびしてみませんかってもらうんだよ。いいからあくびしましょう。あくびから。で、まず最初あくびしてくださいって言ったら、一応声出してああって言うんだけど、まあ書いてあるからやるわけだ。でずっと読んでた後にもう一回本物のつもりになってあくびしませんかっていうと、さっきよりうまいあくびができるんですよ。ところがこれやってる時に脳はどう感じるかというと、あくびするって眠いんだよねって始まるんだよ、頭の中で。寝ちゃおうよっていう感覚に持っていく、ね、送られるわけですもんね、これは物理的にね、体の動きから眠くなるようなことを誘導するっていう方法なんですよ。あとそれ以外に、僕が書いたもう一つは、デメニギスっていう深海魚がいるんだけども、デメニギス、これは結構知ってる人は知ってる深海魚なんですが、です、この後についてっちゃいませんかって話なんだよ。あら、なんといいですね。ずっと深い海の中にずっと潜っていきましょうよ。で最初のチャポーンって入ってからデメニギスなどついていくと、まずは小魚がキラキラする水面の上でさ、泳いでるわけだ、どん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 深くなるに従って暗くなってきてさ、でずっと深く行った時にデメニギスが後ろを向いて、もういいんじゃないこれ寝ようよって始まった時に、真っ暗の中で誰も外敵いないんだよね。あ、安心ですよね。そういう状況を物語の中で想像してもらうの、読みながら。そう、そのことによって、まあいいかって思う自分ができてきますよってことなんだよね。なるほど。そうやってこう物語とともに眠りに入っていけるということですね。でこれがいわゆる自己暗示の世界に入るということです。なんかね、そういう物語があると、やっぱりこうちょっと普段ねイライラしてたりとか、ちょっと頭にきすぎちゃって眠れないなんてね方は、こう心もね落ち着きそうな、いわゆる ねこれを忘れようとか考えちゃいけないんだって言ったら、やっぱり考えちゃうんだよ。考えちゃうんですよ。忘れられないんだよ。そうなんです。だから強制的に全く違う環境に身を置いちゃおうってことを、活字を読みながらやってっちゃおうねってことを、まあ誘導するような本で、おかげさまでやっぱりこの本を読んで睡眠導入剤がいらなくなったって方もいらして、これは皆さんに聞きますよっていう意味じゃありません。そういう人もいる。あるいは睡眠薬やめたって人もいた。へー。だからこれは
10個あるので、1つや2つはその人にピタッと合う話が多分あるだろうなと思ってるんですよ。それをまず見つけていただければ、はい、結構いい本になればいいなと思っていて、そんなこと考えてます。そうですね、物語が、はい、あの 10個の物語、皆様もねぜひお手に取っていただきまして、はい、ね、ご自身のこれだよっていうのをぜひね見つけていただければ、ね、いいなと思う、思います、うん、はい、ぜひおすすめでございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではそろそろですね、オープニングトークに戻りまして、この番組言霊アラカルトはフジテレビ本間デカ TV ご出演の後、未だトレンドの筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということなんですが、はい、今回は菊池さん、はい、ちょっと前回のちょっと振り返って、前回どんなこと言ったかなってこともちょっと振り返ってお話したいんですが、はい、お願いします。前回は自信ってあるじゃない、はい、千秋さんも自信持つ持たないってあるだろ。あります。自信ってどっから生まれるの、はい、って話なんですね。うん、そうなんですよ ね。で前回も話したんだけどさ、はい、多くの方々はさ、いやいやうまくいってれば、はい、成功してる経験が多ければ、うん、自信ってつきますよねって思ってる人もたくさんいるんですよ。そうですね、要は結果が良ければ自信つながるよね、はい、で本人もそう思ってる人がたくさんいるんです、ところがそれだけではやっぱり片肺なんだよね、はい、片翼しか、あ、ね、翼の片っぽしか備えてないんですよ、ということをこの前お話したと思うんだけども、はい、じゃあもう一つ何って言ったらさ、うん、自分で決めたっていう自己決定感だよ ね。ね、自分で決めたことがうまくできた、はい、うん、これが一つのサイクルになって自信を生むわけですよ、はい、だから人が言ったことをうまくやってもなかなか自信にはつながらない。うん、まあ結果良かっただけで私が決めたわけじゃないしみたいになっちゃうけどね、うん、そうなっちゃいますもんね。まあ結構こういう人が多かったりして、先生の言うこと聞いてうまくいったから良かったねって言われても、でもこれは先生が言ったことだしみたいな、自信としては繋がらないっていうのも確かに、はい、わかります、すごくわかりますで今日の話はさ、はい、この自信とちょっと似た言葉で、はい、プライドっていう言葉あるじゃない、あるいは自尊心、プライド、自尊心を持ってやろうとか、うん、ちょっとなんか自信に似たような感覚だなって私はちょっと思っていたものなんですけど、ね、これはもちろん自信に似た形で使ってる方もいらっしゃいます、はい、プライドとか自尊心っていうものを、でもそうじゃない意味で使ってる人もいるんですよ。あ、でここで対象にするのはそうじゃない使い方をしてる方が、はい、それはちょっと違うんじゃないのって話で今日はここで話題に挙げたいなと思ってるんだけども、はい、プライドを守るために何をするか何をしないかっていうことに直結した話なんです。これはプライドを守るために、うん、自分のプライドを守るために、自分の自尊心を守るために何をするの、はい、何をしないのってことなんですよ。なるほどね、はい、一番まずいのは、はい、うまくできるからやります、うまくできないことはやりませんってやつだよね、自分のプライドを守るために。ああ、なるほど、そう、まあそうですね。ということは究極の言い方をするとチャレンジしないってことです。はい、チャレンジすると誰だってさ、もし初めてのことやったらさ、はい、うまくいかないよね。そうですよいやもちろんうまくいく人もいるかもしれないよ、はい、だけど多くの場合はやっぱりまさかと思うところで失敗してみたり、うん、落とし穴があったりしてるじゃない。知ってると思いますよ。ということはさ、はい、何もしなければさ、はい、そういう痛い目に遭わないでしょ。まあそうですね、自分自身が動かなければ、ね、はい、その人のプライドも傷つかないよね、失敗しないんだから。そうですね。ということはさ、失敗したくないからしない、はい、そのことによって自分のプライドを守るっていう方向に使ってる人もいるわけですよ。お、これは違うんだよね。なるほど、使い方が間違ってるよね。うーん、例えばまあ大きな企業は悪口言うわけじゃないけども、はい、大企業の中で私失敗なんかしたことないですよっていう社員を評価しちゃうっていう文化は日本なんかあるんですよ。え、そうなんですか。ありますね。よく考えてるから失敗しないんだよって。いやちょっと待ってよって、チャレンジしてないんでしょって。そうなんですか、驚いてます。今そういうのあるんです。だからプライドとかその自尊心っていう言葉もね、はい、同じ共通言語であるように見えるけれども、
本人が何を考えてその言葉を使ってるかってことによって、うん、深いところの意味が違うんだよね。なるほど。私がもう本当に自信とプライドってほぼ一緒ですよねって考えていたようにみんながそうとは限らないわけですね。そうなんです。だから僕は失敗してもこれ絶対やりたいんですよ。それをかけるのは私自分のプライドですよっていう人は失敗をするとないんですよ、はい、なるほど。それやる自分に対する自分の姿勢に対するプライドを持ってるんだよ、はい、でもさそうじゃない人のプライドの姿ってのはいや失敗するのって私やりませんよプライドが傷つくしっていうレベルのプライドもあるわけですよ。なるほど、ま、同じ言葉だから、はい、分からないんだよね。そうですね。お互いに自分の言った言葉で合ってると思ってるから双方でミスマッチがあるんだけどミスマッチがあることが分からないんですよ。で会話は成り立つんですよちゃんと。そうですね。一つの言語プライドという言語を使って会話は成り立っているけれどニュアンスが中身が違ういわゆるこのプライドと言ってる言葉の前提が違うんですよ。これはだからプライドあるいはその自尊心という言葉はとっても大切な言葉だというふうに教えられてると思うし、はい、そうですね、私もそう思ってますけども、はい、それがどのレベルで大事なのかってことがすごく大事で、いやこれ失敗するからやめようよそれってプライドでも何でもないよね。そうですね。あんまりそうは思ったことないです ね。プライドって、ね、だからチャレンジする人は、うん、プライドって言葉あるいは自尊心って言葉を違う意味で本来の意味で使ってるんだけども、はい、表面的に考えてる人って結構それを大事にしてだからやりませんってことを平気で言うんだよね。ああそうなんですね。プライドが傷つくだからこれは やんないんだ他の人やればいいじゃないですかってことを言う人だよね。へえ。なんかこうプライドって本当にねあの結構たくさんの方が思っていらしたイメージというのが多分プライドというのがこうプライドをかけてとかこう前向きなイメージをね持たれている方も多いと思うんですが実はそうでもないよと、うん、だから極端に言うとこれ失敗したらプライド傷つくのって質問に対していや別にっていう人が本物のプライドですよ。うん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 、そうだろ。なるほど。すごい。その言葉一つでこんなにも違うんですね。違う、うん、でこれはお互いの会話の中でお互いにとっても分からないと思うし、はい、分かりづらいです。いやこれは突っ込んでって初めて分かる。なんだお前のプライドとそのレベルか、いやあなたのプライドとそんなこと言ってんですねっていうことがやっと分かる。突っ込んでいくとね、いやこれは怖いですね。まあね、うん、あのねお互いにあこの人とね息合うかもみたいな気が合うかもって思ってたのに途中でねあれっていうのが、ね、出てきてしまう。そう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 、うんだなっていうふうに感じました、ね、だからねこういうのを、まあ、今日こうやって聞いてる方はね、はい、プライドとか自尊心って言葉って、うん、全く違う2つの意味があるんだなってことを、うん、こう知っといてもらえれば僕は今日はお話できてよかったなと思います。そうですね。本当に本当にね菊池さんおっしゃってる通りでございます。きっとそうなのなんてねリスナーの方もね思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。ね、プライドこのね自尊心大切にしていないかというところで今回はねはい、はい、お話をいただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。はい、ではですね菊池さんの説明もう一度聞き直したいという方はこの番組放送終了後約1週間程度で YouTube に再編集映像配信版としてアップされますので改めて言霊アラカルトアルファベット大文字で言霊カタカナでアラカルトと検索をしていただきましてご覧いただければと思います。そして一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探って見極めていくことで相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そして今回菊池さんにお話しいただいた内容はあくまで参考にしていただくものであって決して断言するものではないことくれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。はい、まさにですね言葉の魔法です。以上言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回は牧原紀之さんのグリーンデイズを選ばせていただきました。はい、あのグリーンデイズということで、まあ、緑の日っていう風にね思われる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、うん、歌詞がですねとても心に響いたといいますか、ね、頑張ってきたこと悩んできたことね、うん、
ね、それぞれあると思うんですけれども、まあそれぞれのね形で、うん、それぞれの形で前に進んだり、ね、結果が出ていくんだよという意味合いが昔に込められておりまして、まあ、あの失敗するしないってはあると思うんですけど、失敗してもなんかいい道は続いてるのかななんて最近思うようになりましてですね、はい、いいですね、はい、ちょっと失敗も最近楽しいなというふうに感じています。なので、まあ、ちょっと今の気持ちということでこの曲を選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池和人と佐々木千明です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのを伏せまして、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、はい、今回もですね、次回ゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですが、うん、どんな方がゲストに来ていただけるのかということをですね、はい、筆跡分析の立場であらかじめリスナーの方にもお伝えしておこうかなと思っております。なるほど、はい。ちなみに今回その方に書いていただいた字は3文字です、うん、3文字で北海道、はい、北の、海の道と書いて北海道ですね、はいはい、では菊池さん、分析のポイント交えながら解説をお願いいたします。ですね、はい、まずこの人の書いてる字を見て、はい、すぐはこの北海道の北っていう字の羽をしっかり跳ねてる、そうですね、海という字の、はい、なんていうのかな、この母という字に似た字なんだけども、この下をしっかり跳ねてる、そうですね、この方は、はい、いわゆる最後の羽をしっかり書く字を書く人なんですよ。おで、これ跳ねなくても、はい、字読めるでしょ。読めます、ね、はい、跳ねるって結構力がいることなんですよ。そうですよね、ガッと跳ねるんだから、うん、力入れますからね。要はこれ最後の部分でしょ、字の、はい、要は羽をしっかり書くという方は、はい、一度やると決めたことはやろうよ最後までっていう思いが結構強い方ですね、うんうんうん、まず一つ言える、はい、それと海という字の、はい、さっき の真ん中にある母という字に似た部分なんですが、左上を閉じてるよね、左上、うん、あ、はい、そうですね、しっかりとくっついていますね、くっついてるよね。あと道っていう字のさ、はい、首っていう字の、はい、真ん中の目っていう字の部分の、はい、やっぱり左上も閉じてるよね。そうですね、しっかりと話してないよね、はい、つながっております。これは、まあ、多くの若い方々に共通してるちょっと書き方に似てるんだけども、あるいはもっと年配の方もそうなんだけども、はい、これつける人って、はい、これ教わった字なんだよ、もともとこうやって書けよって言われて、はいって書いてる字なんだよ、はい、いわゆる一つの決まり事は守ろうよっていう発想を持ちやすい人なんです。うん、持ちやすい人、うん、あるいは過去から伝わってるもので、はい、これが一番いいんだよって言われたらそれをちゃんと知りたくなる、で自分もそれをしたくなる、うんうんうん、決まり事とかルールとか過去からこう伝わってるもので、はい、これが一番いいんだよって言われたことは全部理解してやりたいなと思うっていう人ですね、この人は。ある意味では真面目な人です。そうですよね、いわゆるなんていうのかな、そういう過去のルールとか正しかったものに対して、はい、そんなのは情報の一つでさ、情報条件いくことも変われば違っちゃうんで、はい、そこから先私考えたいんですよと人ではないです。あ、ちゃんと聞いてちゃんとそのとやってみたいなって思いがとっても強い。うーん、でこれはもう一個分かるのは、海という字の右側の角が角張ってる、はい、道という字の右側の角もやっぱり首っていう字の横が角張ってると、ね、目という字の右上がね、しっかり直角に近い、これ角張ってる人は行動も結構硬いんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、だから決まり通りやろうよみたいな、うん、逆に言うといきなり変なことやって、はい、どうしたのってことはやらない人です。あ、じゃあ周りをが驚くことはまずあんまりしないです、ね、あんまりしないです、これだけ見るとね、うん、そういうのは、うん、まあ3時でしか見てないから、はい、正確ではない部分もあるかもしれないけども、そんなの分かる。うん、あれから海という字の、はい、真ん中に横線が入ってるわけだけども、はい、やっぱり等間隔真ん中にきちっと入ってるよね。そうですね、綺麗に真ん中に横線が。道という字の首の部分も
まあ結構同じような感覚で入ってるんですよ、はい、でこれは無意識にこの方はこれコントロールしてるんですよ、うん、要は横線引くときはやっぱり平行じゃなきゃまずいねとかさ、はい、感覚同じなきゃまずいよねとかって、まあ無意識に考えてるの、多分聞いても本人考えてませんよって言うと思うけども、無意識でやってるんですよ、はい、この感覚が普段の行動にも出るはずなんです。へー、だからいやちゃんとやろうよって話だよ物事は、うんうんうん、やるならちゃんとやろうよ、お適当にやらないでちゃんとやろうよっていう感覚、そういう言葉、はい、結構好きだと思いますよ。特にさっき羽をちゃんとしっかり跳ねてるってことも言ったでしょ、はい、要は最後までちゃんとやろうよって言葉は結構好きです。そうなんですね。あともう一つ最後に言うと、はい、横書きなんですよ、いきなり北海道っていうの。そうです ね、 ね、はい、北海道横書きですね。日本語ってさ縦書きの方が楽なんだよね、はい、書くときに、うんうんうん、ところがなんでわざわざ北海道って横に書いたかというと、はい、この人に多分言わせると、いや私はこの方がいいんですよっていう話なんだよ。あ、この方がこの方がいいんです、私は納得してるんです。へー、この考え方が多分至るところに出ると思います。あ、私はこれでいいと思うんでいいんですよこれでっていう行動の仕方ね。ほう、なるほど。だからやっぱりあなた、あの自分のコントロール能力もあって最後までやらなきゃいけないと思っていて、きちんと決まったルールを守りたいと思っていて、はい、納得してれば私これでいいと思います納得してれば、まあ、どんどんやる人はね。あ、なるほど、うん、納得しないと難しいかもしれない。じゃあまずこう納得してもらうことが、うん、だからそのルールってどういうことですかとかさ、はい、その決まりにとってどういう価値があるんですかとかってことをちゃんと分かってくると、この人はそれにのっとってきちんとやっていこうとする気持ちが強いことですね。なるほど。若い人多いんだよね、この方はいくつか分かんないけど、若い方はそういうの多いんです。そうなんですね、うん、まずルールとか知っとこうよみたいなさ、という人が多いんだけど、でも若い人はみんなそうじゃないからね、はい、そうですよね、人それぞれやっぱり位置が違うというところで、もうしっかりとした方なんでしょうね、きっとお若い方なんでしょうけど、まあ、しっかりしたって、そうね、真面目な人ね、真面目な、うん、方なのかな。だから突拍子のないこと考えたり、はい、あの変な行動したりしないです。あ、いわゆるちゃんとやろうよだよね。お、うん、そうなんですね。あとは比較的、はい、全体のバランスから言っても大きめの字を書いてるので、うん、そうですね、割とね、うん、だからまあ行動しようよまずはっていうところがあるかもしれない。うん、いいからさまず行動、でもその行動の根拠にあるものは、はい、決まり事とかこれがいいんだよって言われたこととか、はい、ルールとかそれが分からないと動けないところもある。本当は動きたいんだけど。なるほど、分かりました、分かりました。というかすごくこうね、私自身はすごく分かった気がしました。なんとなく、はい、まあ、本人が聞いたらどう思うか ね、 ね、どう思うか分からないですけれども、うん、ということで、ね、とっても楽しみになってきましたね。実際お会いしたら実はあれみたいな、ね、コメントでお話なんかも、ね、してくださるかもしれませんが、とても、ね、楽しみになってまいりました、はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、次回のゲストさんはですね、これでいいんだよ、私はこれでいいというね、しっかりと自分を持っているというところがあるのかなというふうに感じましたの で、 で、ね、自分をしっかりと持っていらっしゃる方ということでございます。皆様ぜひ楽しみにしていてください。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間を耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。はい、今日取り上げた方の字ね、面白いなと思って、うん、もうちょっと数見たいな。そうです、ね、やっぱり3文字はね、はい、ちょっと乱暴なところもあるので、そうなんですね、もうちょっと詳しく見てみたいなとつくづく思いました。もう楽しみにしてますから、はい、私も、はい、ありがとうございます。はい、次回ゲストさんね、お楽しみにしていてください、うん、ね、今回本のお話もね、菊池さんの本のお話も今回させていただきましたので、ぜひ皆様ね、書店でお買い求めください。はい、ありがとうございます。この番組へのご意見、ご感想、ご質問などですね、お便りをお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池克人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。